どうも、なめこです。網走を観光中のうぷ主。網走のホテルを紹介するぜ。それでは、ゆっくりしていってね。うぷ主はただいま。北海道は網走を観光中です。一通り観光し終え、今宵の宿、網走観光ホテルにやってきたぜ。部屋の紹介は前回にしましたので、最後に部屋からの眺望を。目の前に広がる湖が、網走湖。網走湖から右手方向に網走川が流れ、オホーツク海へとつながります。西側を向いているので日没シーンが撮れるかなと期待しましたが、最後までこんな感じでした。ちょこっとだけ明るく見えるな。前回にちらっと紹介しましたが、今回の宿泊料は、オホーツク有料館、網走監獄のチケット込みのプランで、部屋は古い本館にある、一番安いタイプの和室で、16,400円でした。チケットを除くと実質14,000円か。ゴールデンウィーク真っただ中と考えると、なかなかお安いんじゃないか？朝ごはんどころか晩ごはんも付き、お酒も飲み放題ですしね。それはお得すぎるぜ。では、館内探検に出発です。夜のエントランスですが、照明が外まで届き難解い感じです。フロントも広く、ゆったりとしています。こちらは無料貸し出し品コーナー。ビジネスホテルや高級ホテルだと、各部屋に備え付けられている備品を、このホテルでは必要に応じて借りていくスタイルです。アイロン、ズボンプレッサー、消臭スプレー、洋服ハンガー、加湿器、電気スタンド、充電器、毛布、裁縫道具、体温計、ドライヤー類、爪切り、割り箸、ゲーム類などなどいっぱいあります。全部屋分用意しなくて済むから、ある意味合理的だぜ。こちらは本館2階にある、湯上がりサロン。無料の漫画コーナーやコーヒー、マッサージ機が並び、湯上がりにくつろげちゃいます。また売店もあり、晩酌用のおつまみや、北海道土産も買えちゃいます。ホテル内にあるお土産コーナー、じっくりと吟味できるからうぷ主好きだぜ。無料のコーヒーはこんな感じ。電子レンジもあるな。コンビニ弁当も温められるぜ。マッサージ機は3台もあり、なんと無料。有料だとまずやらないけど、無料だとちょっとやってみたくなるぜ。漫画コーナーはワンピースなど、無難なものが取り揃えてありました。空いた時間があれば読みに来ようと思ってたけど、なんやかんやでそんな時間はなかったぜ。他にも大型の液晶テレビや暖炉があり、冬場は薪がくべられるのでしょうか。自販機もずらりと並び、ジュースほか、お酒も売ってます。休止中の張り紙が多かったけど、全部売店で買えるぜ。売店ではなんと、冷凍の塩鮭やカニの地方発送もでき、ここだけで完結しそうです。さてさて夕食の時間となりました。新館にあるレストランに向かいます。レストランはこんな感じで、席の間隔が広くゆったりとしています。ぼっちでも気兼ねなく食事できるぜ。テーブルには食事がすでにセットされていました。何これすごい、なんかいろいろいっぱいあるぜ。今回いただいたのはオホーツク御膳、
とのことで、カニ屋を作り、網走名物のもよろ鍋などが味わえるそうな。ゴージャスでいいんだけど、皿が多すぎて洗い物する人大変そう。と思っちまうぜ。まず、前菜の旬の素材他盛り合わせ。大のもの、毛ガニ半身盛り。お造り、ルイベ、ホタテ、甘エビ、先付け。焼き物、知床牛の鉄板焼き。揚げ物、季節の野菜天ぷら。鍋物、もよろ鍋。締め用のラーメン。蒸し物、酒のかぶら蒸し。おいおいおい、すごすぎるぜ。品数いっぱいありすぎるぜ。これで宿泊込みで1万4000円はどうかしてるぜ。お造りにあったこの硬そうなやつはルイベ。酒を冷凍保存し、凍ったまま刺身のように盛った北海道の郷土料理です。ほほう、あえて凍らせて提供するのか。冷凍することで保存性が高まると同時に、寄生虫が死滅するほか、水分とともに油も抜けることで、酒の多すぎる油と生臭さを低減。酒の程よい油と、いい匂いをうまさや風味として強く感じることができるそうな。ただうぷ主この時ルイベと知らず、解凍失敗しとるやん、と心の中でブチギレていました。なお写真見返すと、料理の脇にしっかりと、あえて凍ったまま出している料理だよ、って書いてありました。見落としてるだけじゃねえか、しっかりと読んどけよ。なおルイベの感想としては、表面は溶けかけ中はシャリシャリ。解凍失敗のイメージが強く、微妙でした。ルイベと聞いてから食べると、また違って感じるかもだぜ。さてさて知床牛をいただきましょう。鉄板が熱すぎてバターが一瞬で溶け、全面に塗れませんでした。味の方は絶品。程よく油が乗っており、ついついに焼けてしまいます。2切れだと物足りないぜ。もうあと4切れほど欲しいぜ。こちらは網走のご当地グルメ、もよろ鍋。オホーツク海で獲れた魚介類と、網走が発祥とされているすり身を具材とした鍋料理で、オホーツク文化の土器に見立てた、特製の鍋で提供されています。スープはオホーツク塩を使用した塩ベースで、シラウオ醤油も使われています。具材は酒、ホタテ、豆腐、しじみ、かぼちゃ、じゃがいもなどなど。なお、もよろ、はオホーツク文化の遺跡、もよろ貝塚。から来ているそうな。具材いっぱいでいろんなエキスが溶け込んだ、醤油の味が優しい鍋だったぜ。締めのラーメンも最高だったぜ。以上が運ばれてきた料理となりますが、これで終わりじゃありません。なん？だと。このコースはセミビュッフェとなり、こちらのビュッフェコーナーのものは飲み放題食べ放題なのです。コーンスープやビールコーナー、チューハイやハイボール、梅酒に焼酎、赤白ワインなど各種アルコール。ご飯や味噌汁に、ホタテの炊き込みご飯に、イカとホッキ貝のつみれ汁、フルーツやケーキのスイーツや、アイスクリーム、そしてサラダコーナー。すごいぜ。ユッフェコーナーだけで腹いっぱいになっちまうぜ。ウプ主は一番遅い食事開始時間で、写真は最後の方に撮ったので料理がほぼほぼなくなりかけた寂しい状態ですが、それでもいろいろとありますね。お酒も種類は多くないですが、一般的なものは揃っており、90分の見放題なので嬉しいです。それも料金込み込みだろ、素晴らしいぜ。
全自動ビール注ぎマシーンがあったので、せっかくなので飲んでみましょう。ポチッとな。北海道だから札幌ビール?と思ったけどどこのかは不明だぜ。奥のサーバーとかグラスにも書いてある、アサヒでしょうか。軽くホタテ炊き込みご飯と、海鮮つみれ汁を取ってきました。最後にコーヒーとケーキ、アイスでフィニッシュです。以上で夕食が終了。大ボリュームで品数も多く、ご当地料理も楽しめお酒も飲み放題。素晴らしいひとときだったぜ。部屋に戻ると布団がセットされていました。以上で旅行5日目は終了。明日はホテルで朝食を食べた後チェックアウト。世界遺産知床を目指します。ご視聴、ありがとうございました。